やっぱり2連覇するためにもう自分と向き合う選手を一人一人潰して、また僕は全部持ってきます。手は自分のホームのリングだと思います。自分の全てだと思っているので、自分がもしここにいたらどうだろうって、もし自分がこの人やったらどうだろうって考えてて、試合できなかったのが悔しいっていうか、はい、これはだから将来のスーパースター天才だから、俺が認める天才児、マジで。ヒロヤには、スケアを背負う可能性があるなと僕は思ってるので、ポストの中に自分がいけないことにすごい悔しいなって思ったのと、そこで自分がいたらどうだったかなっていうのもあったけど、その日が一番焦りがありましたね、やっぱ生で見てて。自分のホームのリングだと思ってます。15歳で K1 でデビューして、今まで覆えない試合とかもたくさんしてきましたけど、ここで K1 と共に自分の復活っていうことを頭に入れて、僕で迎え合う相手を全員一人残らず叩き出します。完璧に優勝します。もちろんその場を譲るわけにはいかないし、僕自身もこれから自分の居場所を確立していかないといけないんで、これは絶対負けます。ぴらついた、ヒロヤ下がった、裏見える。
A1 World Max 2011 Under 63 Kilogram Tournament Final.